天宝林寺は奈良県五世市公天にある真言集大御派の大本山の寺院、葛城の修験道の根本道場でもある。修験道の開祖とされる縁のオズが十六歳の時、金剛山に登って、九州連行を重ねた結果、天寺天皇四年祖神一言主大臣を陳述とし、放棄大菩薩を祀る金剛山寺を建立して、神仏集合の霊山としたのが開祖と伝承される。 奈良時代より、明治維新に至るまで修験道七鉱山の一つに数えられ、歴代天皇の直眼書として五道七堺の伝道林、観の美を誇った。行記、岩神、最長も、来山氏、小坊も修行したと記録される。鎌倉時代の末、楠木正重がわずか五百の兵で、金剛山中腹に築いた山城の千葉屋城に先陣を張って、 鎌倉幕府が派遣した総勢5万と言われた関東の軍勢を寄せ付けなかったのは、金剛山寺の主元勢力の支援が大きかったと伝わる。明治元年の神仏判前例によって一言主大臣を祭神とする桂木神社の実が残されて、廃仏希釈によって、金剛山寺は廃寺となった。地元の金剛参考によって、天鳳臨寺の復興が強力に要望され、 日本国憲法による信仰の自由、神社長をはじめ宗教学識経験者やマスコミ等の各界の意見を総合し、昭和25年に縁の行者1250年ご延期を契機として、金剛三古来の伝統、神仏金剛の球体に服して、新言宗大御派に属する、桂木の主原道大本山として、天宝臨時が再興された。金剛三校の協力を得て本堂は、 昭和36年に落計し再建された。ありがとうございます。